読み終わったと本当によ、よかったね、よかったね、でも、はいはいはい、でもかわいそうだったよっていう。こんにーちるちる商業 BL レビューサイトちるちる記者の綱吉とほぐしみです。本日のテーマはこちら、絶対に幸せになってくれマイベスト不憫受け。はい、とうとうね、この不憫受けを今回やろうと思っているんですが、はいはい、もう不憫って聞くとね、ちょっとかわいそうだったりだとか、ね、なんかもうちょっと設定としてね、もともとちょっとかわいそうな環境にいたりだとかっていうのが本当にあるじゃないですか、うん、ありますね、痛々しい姿がね、こう胸をね掴んで我々を離さないところがあります、うん、そうなんですよね。なんかそれに対していいって思っちゃう、思っていいのかって思いつつ、結局なんかねどこか惹かれる部分とかもあるので、ちょっと今回はそれぞれ一作ずつの、はい、己のこの気持ちに素直に従いいいなと思った不勉強を紹介させていただきたいんですけども、先日ねちるちるの、X のアカウントの方で募集させていただいた、はい、皆様のベスト不憫受けをちょっと拝見しまして、はいはいはい、やはりちょっと皆さん挙げていただいた作品で、例えば屋敷島先生のこちらですね、哀れなベータは恋を知らないとか、はいはいはい、こちらあれですね、1巻だけじゃなくて2巻以降も続いてて、 すごい人気作品で、はい、あと森もより先生の君のよりに触れる、はい、あ、もうどちらもこの上がった作品のね、はい、ラインナップがちょっともうすでに、いやもうどちらも上質な不憫受けを本当に摂取できる素敵な作品だったんですけれども、本当に投稿いただいた方ありがとうございました、はい、ありがとうございました。でまたこれとはちょっと別にね、我々もちょっと紹介させていただければなと思います。はい、それでは早速やっていきましょう。はい、それでは私綱吉が紹介させていただくマイベスト不憫受けはこちらです。夏目和樹先生のモッツです。はい、これも名作ですね、はい、いや実は私少し前に読んでいて、はい、発売当時に読んだわけではなかったんですが、はい、ドラマ CD 出ておりまして、そのドラマ CD をのお話を久しぶりに担当されてる声優さんがラジオでお話しされてって、はいはいはい、あ、この作品があるんだって知って、そこから原作も、ね、読ませていただいたんですけども、はい、不憫受けなんですよこれがすごくはいはい、はい、こう簡単なあらすじをお話ししますと、カップリングとしては、はい、攻めの方がちょっとお金が借金があって、はいはい、まあ、家族の借金なんですけど、それを返すためにちょっと働かなきゃいけなくて、うん、で稼ぎのいい仕事を探してた時に見つけたのが、はい、ゲーム系のデリヘルでちょっと付き人として働くみたいな、はい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 、のでとりあえず働くことになった攻めの、うん、ノブトラ君っていうのと、うんうんうん、受けの方がそのデリヘルで働いてるすごい人気の、うん、めちゃくちゃそうなんですよ、すごい綺麗な、ここでシロ君っていうんですけど、うん、その二人のお話です、はいはいはい、なのですごい、まあ、昔からの知り合いだったとかではなく、本当にそういうたまたまの出会いから始まってっていうので、うんうんうん、しかもお互い仕事場での出会いだから、そんなに運命的とかそういうことでもないんですけど、うんうん、なんだか読んでてこの不憫受けのこのシロ君の、はいはい、過去が紐解かれるのが作品の結構中盤になるので、それまではなんかシロ君が一体どういう子なのかっていうのを読んでるこっちがもうあんまりわからないんですよ、うん、ただ痛々しい姿は結構出てくるので、なんでこの子はこんな感じなんだろうっていうちょっと疑問もあったりだとか、はい、すごい攻めのノブトラ君の方にも感情移入しちゃうというか、うんうんうん、そこがすごいもう没入感があってめちゃくちゃ良かったんですけど、はい、ノブトラ君が、はい、もともと全然シロ君のことを好きになる感じではないんですよ、はいはいはい、ただ一緒に仕事をしていくうちに付き人としてそばにいると、シロ君がお客さんと、人気者だからこそお客さんとのトラブルも結構多かったりして、かなり身近でシロ君のちょっとかわいそうな様子を何度も何度も見るんですよ、本当1回だけじゃなくて、でそういうのを見ていくうちに、なんか本当にすごく心から心配するし、怪我の治療とかもしたいと思ってすぐ駆けつけたりもするし、なんか最初はお金のために働いていたけど、全然途中からはもうそんなことなくなって、
明らかに二人の間にはそこにしかない関係ができてるなってなっていって、うんうん、で不憫受けポイントとしては、はいはいはい、シロ君の過去なんですよ。あーやっぱそこなんですね。過去がもう本当に、うん、本当にかわいそうで、なんかそもそもここで働くっていうことに至るまでが、うん、あのすごくかわいそうで、ちょっと家庭で問題があったりだとか、うんうん、その問題があったところから拾ってもらってこのお店で働いてるんですけど、はい、そもそも拾ってもらってでこう助けてくれた恩人のような人がこの本作では出てこないんですよ、うん、あそうなんですね。恩人はじゃあどうしちゃったのっていうところもあるし、はい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 、で現在のこのお店のオーナーさんもちょっとなんか過去がありそうな感じがしてっていう、もうこう謎が謎を呼んでいって、はい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 、でもううわーってこうすごい渦の中に入っていくんですけど、はい、あのこの本作を読めばノブトラ君とシロ君の、 あの関係としてはすごい救済っていう感じがあるので、うんうん、読後感がすごく良くて、うん、でこの2人が救われた、よかったって思った後に、じゃあ残されたこのオーナーの方とか、うん、あれなんか登場しなかった恩人の方とかどうなるのみたいな、他のキャラの方にすごい気になるポイントも残されていて、でその気になるポイントが次の作品があるんですけど、はいはいはい、ナイツビフォーナイトっていうこのまた続きが出てて、こっちの方でまた読めるんですよ、はいはいはい、おこれもう帯に10年の夜を解く救済って書いてあってもうなんか2冊連続で読んでほしい、はい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 、救済大きいでっかいんですよ、でっかい救済が、はい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 、わーって行われていくので、はい、もう読み終わったと、本当によかったねよかったね、でも、はいはいはい、でもかわいそうだったよっていう、もういろんな感情でぐちゃぐちゃになりました、はい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 、しばらくこれ読んだ後このことしか考えられなくなる系のやつです、うん、おーいいですね。分厚くてね重たいんですが、もうすごくすごく重厚なストーリーでもうたまらなかったので、ちょっと今回紹介させていただきました。続いて私が紹介するマイベスト不憫受けはこちらです。はい、ひとみ先生の透明な愛の器です。これもですね、あの本当に受けがとっても不憫、もう絵に描いたような不憫な子でして、ちょっとそれで選ばせていただきました、はい、なんかどの辺が不憫なのかと言いますと、あの受けはみきくんって言うんですけど、うん、あのもう日頃からなんか小さい不幸にずっと見舞われるし、なんかその人からもそれがでちょっとどんくさい感じもあって、それ人からすごい怒られちゃったりとか、なんかよそ見して歩いてんじゃねえみたいな感じで街中でポンと突き飛ばされちゃったりとか、まあなんかとにかく超不幸体質なんですよ。でそれがもう小学生ぐらいから始まって今20代なんですけど、まあそんな感じなので、こう会社でもなかなかうまく立ち振る舞えなくて、いつもこう一人でいるような、まあ口数の少ないちょっとこう陰気な感じのする青年なんですけど、まあ、そんな彼がですね、あの攻めに出会ってちょっといろいろこう怒っていくっていうところでして、まあ、攻めがなかなか面白い設定でして、あの人間一応こっちの白髪の方なんですけど、で人間の見た目はしてるんですけど人間じゃないんですよ、うん、あの彼はなんかこう人の感情を栄養として食べて養分として生きていく、なんか証人っていう、あの、まあ、自分でも言ってるんですけど、なんか化け物の一種、まあなんかあやかしみたいな一種で、だからその人の感情を得られないと、で契約した人間から人の感情をこう吸い上げて生きてるから、それがないと死んでしまう、なんか死ぬっていうよりかなんか透明になって消えちゃうみたいな、そうだったんですよね。でなんでその2人がこう相性がいいかと言いますと、うん、あのその感情を得る際にこう幸せな感情はエネルギーの容量としてちっちゃいと、で、うん、不幸な感情だと一気にいっぱいエネルギーが取れるから、あの不幸体質の彼は、うんうんうん、そのミキ君はあのすごい都合がいい存在だったんですよね、うんうん、なんで君の不幸をなんか僕にくれないかっていうこと でなんかそんな僕の不幸が役に立つのであればっていう感じで契約を交わして、うんうん、あの一緒にこう生活を共にしていくっていうストーリーなんですけど、うんうん、なんかいいですよね、なんかこうすごい、ま、マッチしてるんですね、そこがすごい偶然にも、うんうん、でなんか不憫受けではあるんですけれども、うん、なんかなかなか見ない設定だし、確かにでそのまあなんか不幸を栄養にしていくっていうところがまた一個ちょっとキーポイントにはなってまして、うんうん、こうミキ君はですね、こっちあの
契約したで、彼はその証人は契約した人間によって名前を与えられるんですけど、ミキ君によって彼はシロと名付けられてまして、でこのシロと一緒に生活をしていくことでミキ君はだんだんこう人と一緒にいることでなんかこう穏やか、まあ、人じゃないんですけどこう愛しい感情だったりとか穏やかな気持ちみたいなのを手に入れていって、なんかこうだん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 人生がプラスの方向に向いていくんですよ、シロと一緒にいることで。でもそうするとミキ君はあまり不幸な目に遭わなくなるじゃないですか。そっか、そう、それって今度シロにとってはあの結構こう何命のこう存続、生命の存続を危ぶませるものだから、なんかこの2人の関係ってどうなんだろうっていうところが、なんかこう不憫受けだったところから不憫じゃなくなったように見えて結局不憫なのではみたいなところですごく考えさせられて、いいなと思う、幸せになったの幸せじゃないみたいな状態。そうなんです、そうなんです、それがこうだんだん続いていって、で、なんかそのシロはその生きていく中で一個条件があって、なんかそれだけはその絶対に触れちゃいけないものがあるっていうのが出てくるんですよ。それもこう後半回収されていって、でその触れちゃいけないものも知っちゃいけないものがすごい切ないものですし、なんかそれがこうやっぱミキ君との関係においても際立ってきて、お二人は幸せになれるのかどうかっていうところがですね、すごいなんかすごいこう綺麗な物語で心に突き刺さるところが、ね、多くてですね、良かったです。でこの証人っていう名前もあの最後でその名前の由来とかもこう回収されたりとか、途中のその伏線もいろいろ回収されていって、すごい大団円のラストが待っていますので、ぜひちょっと本編で確認いただきたいなと思います。なんかこう綺麗で儚いっていうところもなんかこう不憫受けとちょっとマッチするところも結構大きいかなと思うので、なんかちょっとすごいあの楽しんで読んでいただけるかなと思います。はい、ということで今回は、私たちのマイベスト不憫受けを紹介させていただきました。いやー、お話ししながらこの、はい、不憫あのかわいそうなお話をこうしていくわけで、はい、思い出していくわけだから、はい、胸にぐさぐさと、はい、なってしまって、でなんかその不憫、はい、っていう言葉の定義みたいなのを調べたら、なんか3番目ぐらいの意味に、はい、かわいいこと愛しいことって書いてあるんですよ。じゃあやっぱりなんか心理じゃないですか。不憫受けを見てなんかそのかわいそうだけどかわいいっていう感じを抱いてしまうのは、もうなんか人間の自然の摂理だったってことですね。もうそういうことですよ。だから全然悪いことでは何もなくて、これからもね不憫受けを見て、まあ、ニヤニヤできるかは分かんないですけど、はいはい、状況にもよりますけど、こう母のような微笑みをねできたらいいですよね、読みながら。そうですね、救済を祈りながらすごいこう温かい気持ちを持てるようにこう読んでいきたいなと思いました。はい、で今回冒頭で紹介させていただいたように、チルチルの BL ソムリエのアカウントの方で、はい、皆様のおすすめのマイベスト BL なんか募集していたりするので、今回は不憫受けで募集させていただいたんですけども、また別のものも、たくさん募集させていただいているので、もし心当たりがあればもうぜひぜひ教えていただきたいです。はい、ということで今回、紹介させていただいた作品の、チルチルの紹介ページを概要欄にも貼っておきますので、ぜひ確認してみてください。それではバイチル。